僕がリーダーだ。ああ、うん、もうちょっとだったのに。惜しかったな、ロストボーイズ。リーダー、でもルールだからな。宝の地図を一番に手に入れた君がリーダーだ。よろしくな。リーダー、探検隊だよ。お宝を探しに行くんだ。それが宝の地図。女の子を仲間に入れるのは反対だって。どうして、大勢の方が楽しいだろう。私にはやらなければならないことがあるので、これはお返しします。残念だけど、ルールは絶対だ。宝探しは諦めるしかないな。仕方ありませんね。少しだけお付き合いしましょう。やったやったー。私たちがいる場所はここ。この印の場所に宝があるようですね。いいから早く行こうよ。そうだ、リーダーの名前を聞いていなかったな。僕はピーターパン。この焼きもち焼きはティンカーベル。君は？アクアです。君がアクアか。ん？さあ、まずは人魚の入り江を目指すんだ。わかりました。見つけたぞ、ピーターパン。今日こそは決着をつけてやる。フック船長、今日は忙しいんだ。また今度相手をしてやるよ。お前の都合なんか知るか。俺様のお宝を返せ。誰ですか？フックっていうケチな海賊さ。相手にしなくていい。この
の言わせておけば。スミー、船長からの合図だ、撃て。立ち止まってると狙われる、走って。印の場所はこの上なんだ。大丈夫さ、こんなの妖精の粉でひとっ飛びだ。でもあんな高いところまで飛んだことないし。もし落ちたら。いつからそんな臆病者になったんだ。この子たちには難しいのでは。アクアは黙っててくれ。宝を見つけたいのなら勇気を出すんだ。うん、ティンク頼む、早く行くんだ。ティンクに続け。Yep.
これまでだ。ここは元の場所？わざわざ島を一周することなかったのか。困難を乗り越えることに価値があるんだ。簡単にお宝が見つかっても楽しくないだろ。少し誤解をしていました。あなたは彼らを見守り導いているのですね。そんなんじゃないよ。遅かったな、ピーターパン。お宝は返してもらったぞ。フック、スミ、宝箱を確認しろ。はい、船長。うわ、どうした、スミ。船長、お宝が何なんだ、はっきり言え。うわ、なんだこのガラクタは。失礼なやつだな。それは僕たちの宝物だぞ。入っていたお宝はどこへやった。全部なくしちゃった。なんだと。今度という今度は許さん。覚悟しろ。ん、なんだこの音は。出た。近寄るな。あー、近寄る。船長。これは。それはベンが置いていったんだ。思い出の宝物らしい。あいつこれからたくさん思い出を作るんだって。だから約束したんだ。今度はもっとたくさんの思い出の宝物を持ってまた会おうって。ベン、ここにも来てたのね。この気配。どうしたの？何でもないわ。あなたたちはここにいて。宝探しごっこは楽しかったか？いつの間に。もうあいつにはこんなおもちゃ必要ないんだよ。だから予備もいらなくなった。貴様。
諦めろ。イカズチよ消えろ。はい、どうだ、よっ、ヘイプ、はい、当たれ、よっ、はっ、ダメ、よっ、風よ、闇に落ちろ、燃えろ、よっ、くらえ、よっ、くらえ、はい、行け、くらえ、ダメ、よっ、諦めろ、ボス、はい、諦めろ、はっ、はっ、今はまだわからないよ。また子供扱いか。アクは何笑ってるんだよ。だってあなたたちまるで兄弟みたい。大丈夫か？何があったんだ？大丈夫。あ、ベンの宝物が。心配はいらない。私たちの宝物、心の絆は簡単には折れない。ベンもそれが分かっていたからこれを置いていったんだと思う。心の絆か。君たちが羨ましいな。アクア、ベンとあとテラだったかな。今度はみんなで遊びにおいでよ。ええ。
テラン。ベン、私にこの後待ち受ける戦いは。お、待って待って。オーラソラ、置いてくぞ。もう一回、今度こそ負けないから。ん？え？この子は純粋すぎる。まるでテラ。こっちの子はベンそのものね。ん？この子たちのどちらかになら。ね、君たちの名前を教えてくれる？俺はソラ。君は？リク。この子はもうキーブレードだ。もしやテラ。ソラはリクのことが好き？当たり前だよ、リクは親友なんだ。そう。そしたらリクがもし道に迷うようなことがあったら、もし暗闇の道へと迷い込むことがあったら、今みたいに隣にいて助けてあげるのよ。それは空にしかできないことだから。選ばれし者は近づきすぎてはいけない。あの子たちに私たちと同じ道を歩ませてはいけない。テラ、私たちはこの先どうなってしまうの？大丈夫、すぐに連れて行ってあげる。
集まれ。それ、ハーブ。風よ、燃えろ。やっ。集まれ、風よ。アクアよ、星からの悪い知らせだ。マスターエラクスの心が消えた。どうやら撃たれたらしい。マスターが、そんな、一体誰が。マスターゼアノート、そしてテラ。まさか、ありえません。テラがマスターを。私もそうであってほしいと願っている。星の知らせでは詳しい状況まではわからぬのでな。どこに、テラはどこにいるのですか。テラの心は古より伝え聞くキーブレード戦争の地、キーブレード墓場へ向かったようだ。わかりました。私が行って真相を確かめてきます。気をつけて行くのだぞ。私があなたたちを救ってみせる。